中国に留学してて、あ最後みんなあのお別れの時に、はい、あの結構大きいパーティーをして、うん、でいろんなまあ、ね、国籍の人が日本人俺らもいるし、うん、あの韓国人もアメリカの子もインドネシアの子もいて、うん、であのみんなで、いっぱい物作って食べるんだけど、はい、仲良かったクラスメートにインドネシアの女の子が、うん、3人組かな、うん、ですごい半年間一緒に勉強してた子 で、うん、で最後そのパーティーの時には、うん、日本の何か、うんソウルフード、うん、を私食べたいってリクエストがあって、はい、じゃあ作ってあげようって大阪出身の人は、うん、あのたこ焼きを作るよとかで他はその、ね、あの出身のものを作るで、うん、俺はこれは何としても広島風お好み焼きを作って振る舞ってこの子たちに食べてもらいたいと思って、うん、でみんなで食材買いに行って、うん、鉄板から用意して、うん、あのソースもちゃんとオタフクソースを用意して、はいはい、向こうで買ったら高かったけどね、あで、あの本格的な、やつを作ってあげようと思って、うん、で一生懸命作ったの材料集めてね、で、はい、そのパーティーの当日に、うん俺がお好み焼き焼いて作って、うん、うまく綺麗なさ、うん、形に出来上がって、うん、でどうぞって、うん、これ何って言ったらこれは日本の広島っていうところの、うん、俺が一番好きな食べ物、うんうん、絶対満足するからっつったら、はあ、じゃあ食べるって言ってつまみ出すんだけど、金曜日豚肉が食べれないらしくて、ほう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 、全部さその崩しながら豚肉だけをさゴミ箱にポンって捨てられながらさ言っといてよって思うんだけど宗教でしょって言っとけよってまだ俺も聞いてないんだけど、で最終的にさぐっちゃぐちゃのさお好み焼きをさフェイスブックにあげられてさ美味しい美味しい言われてさいやそれは焼きそばの卵のせだからって思って、まあ、俺の思いは伝わんないなって思ったなるほど